共に信頼関係を築いていくことができる、そう確信の持てる会談でありました。中身につきましては、私は私の考え方、基本的な考え方についてはお話をさせていただきました。さまざまな課題についてお話をいたしました。中身につきましては、まだ次期大統領は正式に大統領に就任をしていない。そして今回は非公式の会談であるということから、中身についてお話をすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、二人の都合のいい時に再びまた会って、さらにより広い範囲について、そしてより深くお話をしようということで一致いたしました。